先を持って、先を持って、で切り込み入れて、でよく切って。包丁の刃を持つっていうのは、うん、プロじゃないとちょっと、できないよね、それね、はい、初めて見たもん。そういうことをするっていうこと、引かなければ切れないんですけどね、やっぱちょっと怖い、怖いよね、力を食って入れちゃったりして、はい、そうですよね、力入れたらね、いやいやいや、こうなるわけか。もう一回これをの底を船のようなこれね、うんとやるってこういうのが出たら、うん、使い道があるんですよ。あ、そうですか。これをね、うんと細く切ってね、うん、油で揚げるの、おカリカリになるの。へえ、うん、うんと出たらね、そう、そこをこう切るわけですよ、ね、あ、こんなもんじゃしょうがないけどさ。あ、そうか、うん、まあ、何十人分も中にはわざわざナスを千切りする人もいるけどね。へー、うん、座りが悪いからさ。あ、座りがね、うん、だから今こういうふうに切っちゃったけど、はは、フライパンでやるとコロ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 、うん、落ち着かねえじゃん、うん、火の通りがバラバラになっちゃうから、バラバラになっちゃうからね、うん、へえ。でこれを今こうしてあげるわけですね、うん、おすごい、はい、キンキンに熱くしてる、あの、これは熱くしてから入れるんですね、うん、うん、これは音だ、入れたのはごま油、これです、これです。そして今この底を平らにしたやつを入れて、これを今揚げてる最中、うん、皆さん8分か9分ぐらいまで火が入ったら、うん、もうやめちゃう。あ、それで味噌を、さっきのこの溶いた味噌を上に乗せて、とろけるチーズを乗せて、今度はこっちの焼き台に入れて、うん、チーズを溶かしたら OK。 おー、どうですか。なるほど、いい色になってたですね。火加減は相当厚めですか、うん、そうだね、最初は結構厚いです、今中火、今中火にして、うん、もう一回こういう風にね、ナスをこう触るでしょ、うん、と火なくてくれば、うん、もう大丈夫です、火が通って、うん、うん、まあ大体時間ですと5分ぐらいですか。そうだね、うん、上下で5分ぐらいでしなっとしてくる、うん、おお、柔らかそう。最初の準備、最初の段取りだけだ、段取りだね、あと切り込み入れたりっていうところがあって、料理自体はすごくシンプルで、本当に第1回目のこれはおつまみ、簡単おつまみってことではぴったりだったね、うん、それでそこに味噌を、うん、味噌を乗せて、ああ。これを乗せて、これで食べないと、うん、何にも味がねえから。はは。これの味噌が味噌。うん、味噌は味噌ね。味噌が味噌。そう、レベル低いな。こんなところ。
味噌がね、あの京味噌、あれ美味しいんですよね。値段もちょっといいってなんですけど。あ、そうですか、うん、あ、やっぱお目が高い、やっぱりね、うん、選んだから、これがいい、うん、俺なんかあの丸米味噌しか知らないメーカーは丸米だと思うんですけど、超解析用の味噌ですか。あ、解析用の、そうかそうか、こっちはその米噌も知らないけど、やっぱりそこはちょっと違って、うん、なるほどね、あれですよね、あれちょっとこうずっとアップ、この味噌のことですか。これが京味噌って書いてあるの、うん、あ、今日解析か。ナスにさ、このチーズっていうのはね、全然あのイメージわからなかった。え、あるんだね。いや、サンバでやりましたよ。そうですか。うん。あと、うんと、あの、なんカモナス、ええ、カモナスなんかの場合は、うん、チーズのせんですけど、うん、あのベジタブルをね、うん、もっと叩いて細かくして、うん、軽くフライパンで味付けて炒めちゃって、うん、それをのせてから、うん、あのチーズをのせるとか、うん、やりましたよ、それが。へえ、相性がいいんだな。そうですね、うん、味噌もありますしね。味噌だね。味噌が合うんですよ、ナスと。味噌とだ、ナスと、でも味噌とチーズっていうのが合うんだね。で、もうほんの1分ぐらい、ね、1分だったね。うん。うん。さっきの包丁の適の入れ方なんて、そう経験しないとね、そう。で、初めのうちはしっかり入れすぎちゃって、ちょっと抜いちゃうかもしれない。そうだよね。それの噛み合いがね。うん。これは今動画なんだけど、こうして、あ、いいね。